皆様おはようございます。9月6日木曜日朝8時を回りまして、真相深入り虎ノ門ニュース本番スタートでございます。司会進行を受けたまります折島一平でございます。番組放送開始から3年半をけみしまして、私も初めてのもうガチガチの大緊張状態に陥っております。今回はメインインタビュアーに有本香里さんをお迎えしてお届けするわけですが、はい、なんと今お届けしている場所、こちら日本国総理大臣首相公邸でございますよ。なんと有本さん、ついにこの瞬間がやってきてしまいました。はい、いやいやいや、もちろん私は生まれて初めてでございますけれども、はい、有本さんは何度も対談や取材で、あ、いやいや、そんな何度もというほどではございませんけれども、特別ゲストの方はお目にかかられていらっしゃいますよね。はい、そうですね。私はもう下半身からも完全におぼついておりません。現在正直申し上げて大丈夫かというやれんのかというところでございますが、なんと当番組始まって以来本日の特別ゲストは安倍晋三内閣総理大臣でございます。いやいやいや、ついにこの瞬間が来ましたよ。はい、やり続けてきた甲斐がありましたね。本当ですね。本当に毎日毎日ね、こんな人やらあんな人を相手にね、はいはい、一平さんも苦節3年半ですよ。本当に毎日毎朝、はい、猛獣の皆さんをお相手していたら猛獣の果てに最小がお出ましになる。なるほど、なるほど。でもまあ申し訳ないんですけど、歴史を感じますよね。本当ですよね。本当に226事件とかね、そういうその移築されてきたそのままの建物であるわけですからね。そうなんですよ。でずっとね、ここにあの壁にですね、はい、歴代総理の日本の内閣総理大臣の写真、伊藤博文公から始まって、はい、ね、お一人残らずの写真がかけられていますね。この無言の圧がすごいですね、壁から来る。本当ですよね。お前がいる場所かみたいなね。はい、しかし本当にこの建物は独特の雰囲気ありますよね。はい、ですもんね。では、はい、気を取り直しまして、いつも通りお知らせに入らせていただきたいと思います。さあ、いや、もうそろそろ安倍総理ね、はい、登場ですけども、もう今日はですから総裁選の、はい、まさに告示前日ですから、そうですね、一番お忙しい時で、そうなんですね、貴重なお時間もね、この虎ノ門ニュースのために、はいはいはい、貴重なお時間を取っていただきまして、まあ、はい、あの別にあの居直るわけじゃないんですけど、はい、せっかくこういう機会ですから、そうですね、あんまり固いお話ばっかりでもね、うん、まあ当虎ノ門ニュースは、ね、虎ノ門ニュースでなければ聞けないこと、はいはいはい、はい、ちょっと一平さん頑張ってよ。本当に。こんだけ喋ってて今更それないじゃないですか。いや、だから実際にさ、その、総理がお越しになった後でね、ちょっと急にあの、こう、沈み込まないでね。おめでとうございました。おめでとうございました。おはようございます、総理。おはようございます。ありがとうございます。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。はじめまして、番組司会の折島と申します。どうぞ。折島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう百田さん。はい。いや、だから隠れててくださいって言っちゃう。今日スタッフとして。偉いスタッフ。はい。総理、あの改めて総裁選告示前の貴重なお時間を割いていただきまして、はい、誠にありがとうございます。ありがとうございます。あのそこでなんですけれどもですね、真相深入り虎ノ門ニュース 99.9%、はい、あのご覧いただいたことはないかもしれませんが、ひょっとして可能性にかけてこういった顔ぶれの皆さんが毎朝、はい、出てるんですけども、はい、ひょっとしてご覧いただいたことは、あの密かにありますね。非常に濃い。非常に濃い。そうでしたか。そう、大事ですよね。誠に誠に光栄に存じます。はい、改めて御礼申し上げます。はい、それではですね、総理の最初公邸にお邪魔しての、はい、はい、虎ノ門ニュース、誠に恐縮です。総理、タイトルコールにお付き合い願いますでしょうか。はい、私は真相深入りと申し上げますので、有本さんとご一緒に虎ノ門ニュースと、あちらのカメラに手を、はい、お手をいただきたいと思います。はい、誠に恐縮でございます。では元気よく参りましょう。はい、いきますよ。真相深入り虎ノ門ニュース院首相公邸。ありがとうございます。どうも。本日は明日7日の自民党総裁選の告示を控え、この方のご出演がついに実現いたしました。改めてご紹介させていただきます。第25代自民党総裁、第98代内閣総理大臣、安倍晋三総理大臣です。総理、本日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お忙しい中本当にお時間を割いていただきまして、はい、誠に恐れ入ります。本日はたっぷりお話をお伺いしたいんですけれども、お時間が何しろ限られておりますので、目安としてテーマごとの、ね、制限時間ギュッと絞らせていただいてお伺いしてまいりたいと思います。それでは有本さん、はい、はい、時間のない中でございますが、はい、最初のテーマなんですが、はい、実はその外交のお話を伺いたいんです。はいはい、やはりこのこちらですよね、はい、地球儀を俯瞰する外交、はいはい、
さて、それでこの安倍首相の外交、はい、これ、今総理がね訪問された第二次政権になってから76カ国、延べだとものすごい国と地域、延べだと130カ国近く、つまり2度行かれてるとか3度行かれてるところが終わりでして、そうですね、もちろんあの最多はアメリカにいらっしゃってる回数が一番多い、それはもちろんアメリカですね、ですね、あのアメリカにはワシントン訪問する時もありますし、ニューヨークの国連総会に行く時もありますから、はい、まあ、あの唯一の同盟国ですから、うん、あのアメリカが一番多いと思いますね。あの、まあ、アメリカ日米関係今非常にそのいいというふうに言われてるんですけど、ちょっとここで国家機密に踏み込みたいんですけど、うんうん、あのね、だって日米首脳 の、 あのゴルフのスコアは国家機密なの、はい、ね、そうですよね。でもあれですか、ハンディのやり取りをしてるんですか、トランプ大統領ってすごく上手な感じにお見受けするんですけど、ハンディのやり取りは、あの一部明かせばしていません。あ、していません。していません。スクラッチでやってる。で、あの、しかし実際はですね、はい、やっぱトランプ大統領の方が、正直言って、お上手ですね。なるほど、なるほど。それはやっぱりあれだけゴルフ場をたくさん、そうですね、ゴルフ場持ってらっしゃる、しておられますから。率直なお話ですね。でも私が勝つホールもありますし。あ、勝つホールもある。なるほど。あの勝つホールもありますし。飛ぶ場合も、飛ぶ場、あ、飛距離で勝つ場合もある。飛距離で勝つ場合も、これは心強いですね。じゃあ、ありますよ。私も悪乗りしてちょっと便乗してご質問よろしいですか、総理。はい、あのやっぱりあの G7、もういろいろ各国首脳とその関わられていらっしゃると思うんですけど、国際会議でズバリですね、誰が、まあ、おっしゃりにくいとは思いますけど、誰かが話しやすくて誰がなんかとっつきにくいとか国のことにありますか。例えば、メルケルさんはちょっととっつきにくいなとか、マクロンさんは話しやすいとか、そういうのってありますかね。それは言えません。これ国家機密ですね。それこそね、そうですか。あのただですね、お互いそれぞれ、みんな政治家で、そして、総理大臣や大統領としてですね、責任を背負って仕事をしている、はい、でそれぞれ、時には大変な批判を浴びますよね、はあ、ですから同じ経験をしているという、そういう、まあ、共通の、認識を持ち合ってですね、まあ、ある種、まあ、共感するところがあるのかな、あとやっぱり長い間付き合うということが大切なんだろうと思いますね。でメルケル首相ともですね、第一次政権の時から、はい、そうですね、付き合いがありますから、ですからもうそうですね、そうするとなんか11年12年ぐらいずっと付き合ってるから、はいはい、まあ、その間私5年間休んでますけども、ということになりますから、そうするともう、もうかなり気心を据えてますので、あの私とメルケルさんも相当の回数首脳会談を下っていると思います。そうですね、あまりあの外には出ないんですが、もう相当お互いに本音で話し合いますね。例えばですね、夕食会の時に、ドイツで行った夕食会の時にですね、ワインが2種類出たんですね、はい、イタリアワインと、はい、ドイツワインが出て持ってたんですよ。はいはいはい、でどっちにしますかって聞かれたんですね。でメリティアさんそうこう見ててね、安倍さん遠慮しないでイタリアワイン頼んでいいですよって言ったんですよ。怖っ。これはもうドイツワイン頼むしかないじゃないですか。私はいつもドイツワイン飲んでますよって言って、ドイツワイン。なるほど。そこでは総理も忖度されたわけですね。そういうふうに。なるほどね。なるほどね。まあでもそういうふうないろんなやり取りもあって、うん、であのそんな長いお付き合いじゃないけれども、トランプ大統領とはもうなんか電話会談は6月までの段階で23回、相当、まあ、電話会談は重ねました。そうですよね。あの相当、まあ、トランプ大統領との電話会談の特徴の一つはですね、米国の大統領というのは最も世界で一番忙しいですから、はいはい、あの最も忙しい大統領ですから、大体まあ電話会談というのはもう要件だけ言い合って終わる、はい、まあ、ですから15分とかですね、まあ、長くて30分なんですが、まあトランプ大統領とはいろんな話に及びますんで、まあ、1時間ぐらいになることも、あるんですね、まあ、ですから、そういう意味では大変、お互い何でも話すことができる関係になったな。でももちろんお互いに国益と国益がぶつかる場合もありますから、そういうやり取りをすることもありますが、基本的にはですね、お互いに会おうと言えばすぐに会える、電話しようと思えばすぐに電話できる関係になったアメリカの大統領とですね、まあ、これは日本の国益の上からも、本当にいい関係を作ることができたなと思ってます。そうですね、あの、まあ、オバマ前大統領の時からそうだったんですけれども、まあ、安倍総理が第二次政権で
総理になられてから返り咲かれてからずいぶん日米関係って本当にガラッとこう変わってきたっていう印象があるんですね。まあ、その前がちょっといろいろ問題があったということがあるわけで、私たちもあのちょっとトラストミーの悪夢があったもんですから、あのまあどういうふうに日米関係を立て直されるのかというふうに思ったんですけれども、あのトランプ大統領とオバマさんって全然タイプが違いますよね。あのタイプは全然違いますが、考え方も違う、あの仕事の取り組み方も違うんですけども、あの、オバマ大統領ともですね、4年間、5年間仕事をしてですね、その仕事をする中において、信頼関係を構築することができたと思います、はい。まあ、特に、平和安全法制を整えることができました。米国はですね、第一次政権の時にもチャレンジしたんですがダメだった。いろんな人が日米は助け合うことができる同盟になるべきだと言っていても全然できないんじゃないかと、おそらくできないのではないかと見ていたんですね。でしかしその中で我々、それを成し遂げることができた。つまり助け合うことができる同盟になった。でそれを実際に、非常に激しい反対運動がありましたが、はい、それを実行に移したということに対する、評価、いわば信頼に足るなという評価に私は変わったのかなと思います。まあ、同時にやっぱり選挙で勝つということは大切なんですね。なんかその民主主義の政治家同士だとそれはすごく、それすごく大きいんです。ですから2010年の総選挙、でですね、大きな勝利を得た後、まあ、やはり向こうもこれ安倍政権やっぱり続いていくからということもあったんだろうなと思います。その中で70年を迎え、米国で上下両院で演説をすることになりましたね。あのそして大統領が広島を訪問し、私がパールハーバーを訪問するというそういう信頼関係の中で成し得たことだなと思ってます。そのいわゆるこう日米関係や G7 の国々とはちょっと経路が違うんですけれども、例えばロシアのプーチン大統領、プーチン大統領とはどんなお話をされるんですか。もちろんそのお仕事の話以外っていうと、プーチン大統領ともですね、もうすでに第一次政権の時からですから、もう21回、首脳会談を行いですね、次のウラジオストックで行えば22回目になるんですが、あのプーチン大統領もイメージとは少し違う点としてはね、非常に気さくに話をされて、かつ結構冗談を言われるんですね。あ、そうなんですか。割とあのその冗談もですね、すぐにお笑いするっていうよりもちょっと考えて笑っていくっていうですね、ロシアジョークみたいな、そういうね、そういうジョークを言われますね。そうなんですね。でもこの、あの安倍総理とプーチン大統領の関係というのは非常にいいと、あの日本の政治家でプーチンさんが1対1で会われるのは安倍総理と森元総理だけだというふうに伺っていますけれども、で私森さんからもちょっといろんなこぼれ話は聞いてるんですが、安倍総理が総理である間にやっぱり北方領土の問題、北方四島の問題、これはそうでなければ解決はできないだろうというお話をよく聞きます。これについてはどういう方向で。もちろんそう簡単なことではないんですが、しかし70年経っても未だに領土問題が解決をしていない、そして平和条約がないというのは異常な状況であるという認識についてはですね、プーチン大統領も私も共通の認識を持っています。そして70年間経ってしまいました。残念ながら今四島に住んでいる日本人はいない、みんな追い出されてしまいましたからね。そして70年経ちますと、もう代を継いで、そこに住んでいるロシア人たちがいるという中で、今までのアプローチでは解決をしない。帰属が日本になったから出てきたというわけではいけませんから、いわばそこに住んでいる人々もですね、日本に帰属が変わっていくということに対して、理解をしてもらわなければいけませんし、プーチン大統領が国内で判断する、この問題解決をする、そのための判断をする上においてですね、国民的な理解がなければならない、ということで私たちは新しいアプローチをするという決断をしてですね、長門に来られた時に
長門で合意をしました。4党で共同経済活動をする、もちろんこれビジネスベースに乗っていかなければ日本の企業は出ていけませんから、ね、日本も何かサービスするわけではないんですよ。そうですね、そのなんか共通のルールがきちっと守られるのか、共通のルールを作ってですね、はい、でそこで日本の企業が出ていって、そこで島民のロシア人の島民の人が働く、でそこで日本人の人たちと仕事するとやっぱりいいねと、で結構島が発展していくじゃないの、はい、という認識を持ってもらえるようにしていく。そしてまた極東においてですね、日本の技術を使ってですね、ロシアの極東の発展のために、資する事業をしていく。これも、まあ、いわゆる、ODA とは違いますから全部誤解されてるんですが、はい、ですね、いわばあのビジネスベースで、融資をしながらですね、そういう日本の技術を使って、医療等々でですね、はい、日本の技術を使ってですね、地域が発展していく、はい、やっぱ日本と交流を深めていくことはロシアの4党にとって大きなプラスがあるなと思っていく中においてですね、そういう中においてでしか私は4党の問題を解決をする、4党の問題を解決をして平和条約は締結をしてすることはできないと、まあ、そういう判断をして今新しいアプローチを進めています。元島民の皆さんのですね、墓参についても航空機による墓参が初めて行われた、2回行われましたが、そういう形でですね、だんだん信頼関係を今構築をしているところです。さて、そしてそのまあ外国との関係ということで言うならばですね、ちょっと気になる、どうしても伺いたいことがあります。それは北朝鮮の問題ですね、で特にまあ安倍総理は一番長く関わってこられた、北朝鮮による日本人の拉致問題、これをですね、やっぱり安倍総理が総理大臣である間にもうぜひともやっぱり解決をしたい、こういうお気持ちでずっと今日までも来られていると思うんですが、ここから先、まあ、米朝の首脳会談があってですね、ここからあと、まあ、会談ありきではないと思いますが、その日朝会談も視野に入れながらということなんでしょうけど、どんな今後アプローチ、やっぱりどうしても私たちも最も気になる問題です、そうですね、私が父安倍晋太郎の秘書を務めている時に、有本恵子さんの、はい、お父様、事務所を訪問されました、もしかしたら娘は北朝鮮に拉致をされたのではないか、その時から私もこの問題に関わってきましたが、いまだにこの問題が解決できていないというのは本当に痛恨の、まあ、極みでありますし、有本さんのご両親もまためぐみさんのご両親もですね、皆さんのご家族も随分お年を召された、皆さんご元気なうちに身近な手でお嬢さんを息子さんを抱きしめることができるようにすることは私の使命だろうと思っています。でもちろんそう簡単なことではないです。ですからなかなか進展していかない、小泉総理が訪朝して以来残念ながら一人の被害者も帰国を成し遂げてはいないという状況ですね、そこで、先般トランプ大統領が金正恩委員長に、私の拉致問題に関する考え方を金正恩委員長に伝えた、まあ、世界最強の国米国の大統領がこの解決という観点から私の考え方を伝えてくれました。で次はこの拉致問題というのは日本の問題であります。で国際社会にも理解を求めてきましたが、私自身が金正恩委員長と向き合い、この問題を解決する、そう固く決意をしています、これは例えば年内とかですね、まあ、あまりこの時間を切る問題ではないかもしれませんが、もしかすると近いうちにそういう動きがあるかもしれないという期待を私たちしてもいいんでしょうか。残念ながら今の段階ではですね、そういうことを申し上げることはできないんですけども、また米朝の交渉についても、平坦な道のりではないということはだんだん明らかになってきましたが、いずれにせよですね、あらゆるチャンスを捉えていきたい、チャンスは見逃さないという気持ちで取り組んでいきたいと思っています。総理が今ちょうどおっしゃった、その安倍晋太郎お父様のですね、秘書をされていた時に、まあこういうその拉致問題というものとの、まあ、ある種の出会いがあったということなんですけども、その秘書をされていた時というのは当然、次は選挙に出るぞとお父様の後という感じがあったんでしょうが、それ以前お若い時
からも、例えば子どもの時からもしかすると政治家になろうというのことあったんですか、うん、おじい様とか、お父様とかいうことを考えると、まあ、子どもっていうのはですね、そんなに世の中のことを知ってるわけではありませんから、はい、大体職業っていうのはみんな、まあ、プロ野球の選手か刑事になるか、はい、だいたいあと父親の父親の職業、はい、職業ですよね、背中を見てね、で普通職業として政治家ということはあまり、考えないんでしょうけど、私の場合は祖父も父親もそうでしたから、そうですよね、いつかはとそういう気持ちに なったこともあります。あ、なるほど。でもそれはまあそう簡単なことではないと思っておりますので、それはまあ小さい頃の話ですね。なんか一方では映画監督になりたかったという噂も。それをお伺いしてびっくりしたんですよ。でもこれはまあ才能の問題でね、あるかないかって別なんですが、私まあ映画好きなもんですから、これちなみに自分自身ではですね、映画監督をやったらですね、結構ヒットできるんではないかと思います。ちなみに1本ぐらいお好きな映画ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうかね。まあ、百田さんがいるから言うわけではありませんが、まあ、海賊と呼ばれた男とかですね、永遠のゼロと邦画では良かったですね、最近ではね、で、まあ、まあいろんな映画がありますよね、まあ、若い頃見た映画では、まあ、卒業なんかね。あ、卒業ね、そうかですよね、切ないね。安倍総理といえばアベノミクスということで、はい、まあ、このアベノミクスを通じてですね、まあ、この特に安倍政権、第二次安倍政権、6年近くの中で何を取り戻したのかというようなこと、そしてこれからこのアベノミクスはどういうふうに進化していくのかというところを伺いたいんですけれども、はいはい、実はちょっと私どももまあざっくり調べてまいりました。そうするとまあ GDP は大きくなったし、それからちょっとまあこちらにありますけれども、日経平均株価はまあ平成24年と比べますともう本当に大きく違うんですね。そして失業率、求人倍率、 GDP、 まあ他の経済指標も大きく改善をしたということあります。ただしかしですね、総理もかねてからおっしゃってますように、その地方ですね、地方でもっとこのアベノミクスの恵みを実感していただくために、どんなことをお考えなのか、今後どんなふうに進化していくのか、はいはい、まあ、6年前どうだったかということなんですね。6年前は雪すぎた中で、はい、どんなに頑張っていいものを作ったってですね、競争に勝てない、うん、企業がどんどん海外に出ていっていました。中小企業や小規模事業者はついていけないから、工場や店を閉めるしかなかった、まあ、連鎖倒産という言葉が日本を覆っていました、はい、で正規雇用では有効求人倍率 0.5、 2人の正社員になりたいという人に対して1人分の仕事しかなかった。春卒業する、高校を卒業し大学を卒業する人たちも就職本当に大変だったと思います。私たちが目指したのは日本を取り戻す、例えば誰にも働く場所があるまっとうな経済を取り戻すということでありました。そして、史上初めて正規の有効求人倍率が1倍を超えました、はい、で今年4月、高校や大学を卒業する若者の就職率は最高水準になってます ね、 そうですね、過去最高水準になってる、まあ、そこででは地方とどうなのかということです。でかつてはですね、バブル期、あるいは高度経済成長期、まあ、ほとんど、まあ、東京一人勝ち的に、ね、まあ、東京がどんどん、まあ、景気が良くなっていって、なかなか地方には行き渡らなかった、で今回の違いはですね、例えば全ての都道府県で有効求人倍率は1倍を超えました。そしてですね、同時にまた地方税ですね、地方税の税収、地方税の税収、これがですね過去最高になりました。で地方の企業、まあ中小企業が多いんだと思うんですが、地方の企業法人関係税収が多くの県でですね、あれは政権交代前と比べれば3割4割これ増えているんです、はい、これは今までの景気回復期、バブル期、あるいは高度成長期にはなかったことだろうと思います。例えば高度経済成長期もバブル期も、あと2007年にも成長したんですが、その時は
まあ、もっぱらですね、東京がどんどん良くなって、まあ、地方ではなかなか仕事がなかったんですね、はい、今地方にも仕事があるという状況、例えば富山、福井にも行きました、福井県ではですね正社員の有効求人倍率 1.7 倍ですから。あ、それはすごいですね、福井県ね、富山県でも 1.6 になっている、富山県はですねしっかりと正規の仕事がありますから、ですから富山市のですね、人口は社会増になっています、もちろん我々さらに目配りをしていかなければいけませんし、地を支えているのは農林水産業ですよね、農林水産業我々、セミの農政で農家の手取りが増えていくように、セミの農政を展開してきた結果ですね、生産農業所得この18年間で最も高くなって3兆8000億円になって、で40歳代以下のですね若い就農者、4年連続で2万人超えたんですね。あ、これは統計を取って初めてのことでありまして、若い皆さんが、新たに農業を始めるっていうことですね。若い就農40歳代以下の若い就農者、新たな新規就農者が、4年連続2万人超えてますから、でそれもですねやっぱり、海外への農林水産物の輸出に力を入れてきましたが、5年連続過去最高になって、4500億円だったものが8100億円まで、まあ、増えてきました。しっかりとこれからも攻めていきたいし、あとやっぱり観光ですね、観光は昔はねだいたい、ゴールデンルートにずっと増えてもそうだったんだけども、東京とか、箱根とかそうですね、まあ、800万人から3倍以上2800万人まで増えてきて、外国人結構お金使うんですね、日本人は旅行だいたい5万円なんだけど、平均すると15万円3倍使って今4兆5000億円日本のお金使ってます。世間奪還前は1兆円ちょっとですから随分増えましたよ。でこれ4000万人に増やしていきたいと思ってるんです。今ちらっとお話の中で2007年も成長しましたと、その時は第一次安倍政権の第一次安倍政権、はい、つまりその時からこのアベノミクスの原型になるようなことっていうのはお考えだったんですか。あの時はですね、今いわゆる3本目の政策は成長戦略をやってましたが、はい、金融緩和等のですね、マクロ政策はやってなかったですね。総理がご自身でこうお話になっている中にですね、その第一次政権から第二次政権の間にそのマクロ経済政策について徹底的に勉強したというお話を随分されてるんですけど、ちょっとここで経済のこととあまり関係ないんですが、視聴者あるいはですね、スタッフからもぜひ聞いてくれという話、実はその第一次政権、1年で政権が終わりました、あの時 の, そのご心境、そして言ってみればその挫折っていうんでしょうか、そういうことがあって、そこからそういう新たにまたマクロ経済政策を勉強し直してこの、6年後に、政権をの座に就かれるわけですけれども、これ一番の原動力になったことっていうのは何なんですか。突然、総理の職を辞すという形でですね、国民の皆様にはもちろん同志の皆さんに本当に迷惑をかけましたし、大変な批判を浴びました、もう私も政治家として果たしてやっていけるかどうかというところまで追い詰められていたと言ってもいいと思いますね、誇り自信を失って、でそこでですね、私は元総理としてまた前総理として漫然と政治家をやっていくのでは意味がないだろうと、でもう一度、次の選挙で圧倒的な支持を国民の皆様からいただければですね、さらなる挑戦をしてみようと思ったんですが、そこで、次の選挙に向かって、民主党政権ついてましたね、これデフレ不況の中経済どん底でした、これはやはりずっと20年近くデフレというのはマクロ政策で問題があるのではないかと。それは随分議論はありましたよね、ずっとあったんですが、小泉政権の時から議論が、小泉政権の時からあったんですがね、しかし私もうんという感じで見てたんですが、でそこで、いろんな出会いがあり、浜田先生とか高橋洋一さんとかですね、山本耕筰さんもそうですが、岩田喜久夫さん、とかですね、本田さんとか何人かの方々と話をするうちにですね、今までのやはりマクロ政策間違ったのではないのか、ということに思い至ったんですね。いわば世界の、
国々の、金融政策マクロ政策とは違うと。確かにそうですね。まあ、そこでこれはこれを変えるのはですね、総理大臣にならないと無理だなと思ったんですね。はい、そうですね。ちょっと私からもよろしいでしょうか。第一次政権で再チャレンジっておっしゃってた、わけですけど、ご自身がまさにそれを実践されたわけですね。そうですね。まあ、自分が実践することになるとは当時は思ってもみなかったことなんですが、はい、でも私服と申し上げたら失礼ですが、その5年間の間にこう総理支えたこう何が一番こう決めてエネルギーっていうか何くそっていう何だったんでしょうか。これエネルギーの一つはですね、やっぱり一つは民主党政権になったことですからね。なるほど。これじゃダメだと。でそれとですね、それがダメだというのもあるんですが、同時にですね、やはり私が突然総理の職を辞した、それは自民党に対する信頼を失っていくことにもつながったんですね。きっかけを作ってしまったと。ですから6年前総裁選挙に出るかどうかって私も本当に迷ったんです。きっかけを作った私にその資格があるかどうか、しかし同志の皆さんから、きっかけを作ったあなたこそで、批判もあって厳しいだろうけど、政治生命をかけて先頭に立つべきだ、と言われ、決意をしました。結果ですね、自民党が一回大きな失敗をした私に、もう一回自由民主党総裁という重責を担わせた、そういう意味では大変寛大な自民党だったと思います。相当不利な状況でいらっしゃいましたもんね。そうですね。その時にずっとその、支えられた何人かの仲間っていうのは、政治的な意味ですけれどもいらっしゃるということですね。ですから第一次政権の時にいろんな経験をした当時の官邸のスタッフ、今も多くの皆さんにですね、官邸やいろんな場所で支えてくれています。やっぱり同じ挫折を味わって同じ経験と教訓を見せたということなのかなと。また多くの議員もですね、あんだけマスコミから批判されて安倍晋三を応援するということについて、あまり地元でも政治的にもまた人気の面においてもメリットないにもかかわらずですね、応援をしてくれた、ありがたいなと思いましたね。なるほど。そうするとそういう方たちとの絆みたいなものは一つのエネルギー、今これは非常に強い絆は物事を成し遂げる上においてですね、大変な力になると思います。例えばさまざまな挑戦頑張り姿勢に穴を開ける、これもですね、相当のエネルギーがいるんですが、そういう時にやはり、強い絆で結ばれた信念で結ばれたグループというのは固いですから、頑張り姿勢を穴を開けていく上においてですね、その力を発揮していくのかなと思いますね。皆さんでリスクを負われるわけですもんね。そういうことですよね。さてそれで今の経済の話も絡むんですが、 EPA が、ヨーロッパとの間で、締結されました、それから TPP が、アメリカは除いてですけれども11カ国、そして他の国々も入りたいというふうに言っています。先ほどの例えば地方の農業ですね、これ8月26日に宮崎に行かれた時もですね、守るべきは守って攻めるべきは攻めると、この攻めるべき守るべき、これ具体的にはどういうことをイメージしておっしゃってられるんですか。まず私の地元もですね、山口県長門市下関市、日本海に面した農村地帯ですね、そうですね。私初めて選挙に出た時にですね、ずっと公開戦車で田んぼの中走ってますね。一人のおじいちゃんが作業の手を休めて、私のほうずっと走ってきたんですよね。私の手をギュッとこう握ってね、晋三さん信じておるけ、地域を守っておくれよ、こう言われたんです。で私はこの声に押されて初めて当選することができた。で、このおじいちゃんの手っていうのはね、ゴツゴツしてるんですよ。やっぱり農作業、農林水産業って厳しいですから、朝早く起きて、草を引いてね、田を耕す、でもこのゴツゴツした手で美しい田園風景や食を支え、そして地域を守ってきたんだろうと、国のもといです、これはしっかりと私は守っていかなければいけない、日本の伝統や文化を守ってきた、しかし守るだけではですね、もう66歳超えてますから、平均年齢が守れない、そこで攻めなければいけない、でそこで何を攻めるか何を守るかということなんですが、農業には多面的な機能がありますから、それを十分理解をしていく必要があると思います。
で、しかしと同時にですね、産業という見方、はい、側面、うん、で競争力のあるところは伸ばしていかなければいけないと思いますね、うんうん、やっぱり日本の農産物って美味しいですよ、はい、安全ですよ、はい、日本人真面目だから、うん、農家の皆さん真面目だから本当にいいものを作ります、うん、でもちょっと値段が高い、はい、でも値段が高いんですが、しかしそれでもそれを評価してくれる人たちは必ずメール始めいるはずでありまして、例えば和牛っていうのはですね、はい、まあ、香港やアメリカで大変な人気であって、輸出は我々で攻めていった結果4倍増えました、はい、すごいですよね、まあ、リンゴですね、うん、甘いリンゴ、うん、ジューシーで、うん、例えばそれもですね、台湾中心に3倍、まあ、増えてきた、うん、そんな輸出なんかできないとみんな思ってきたのがちゃんとできた、うん、でこれは例えばですね、今言ったような、TPP あの EPA においてもですね、即時関税が撤廃になります、はい、うん、それとは別にですね、まあ、農業というのはやっぱりいろんな条件がありますよ、土地の山が多くて大変ですよね、うん、はい、で、まあ、気象の条件等々さまざまな条件がある、うん、はい、まあ、ですからしかしそれを、加味して守らなければいけないもの、例えば米、うん、牛肉、まあ、牛肉、攻めの牛肉もありますけども、はいはい、守らなきゃいけないものもありますから、牛、豚、あるいは乳製品等ですね、これはまあ関税撤廃の、うん、まあ、例外を、はい、TPP レベルではしっかりと、はい、取っていますし、日 EU の EPA でもですね、守るべきものは守っている、うん、と同時にですね、例えば TPP 進めていく中においてもですね、それでもなお残る不安については、あの関連政策大綱というのを作ってですね、しっかりと基盤強化をしていきたいと、思っています、まあ、例えば牛や豚についてですね、価格が急に下がった場合はですね、はい、それを8割補填するものをまあ9割の補填に引き上げるという仕組みをですね、あ、まあ、よくマルキンとか言ってるんですが、そういう仕組みをちゃんと入れていて、守るべきものは守っていきたいと思います。農家の方たちがそれによってこう不安になるとか、再生産がですね、再生産が可能になるようにしていきたいと思っています、はい、それからもう一つですね、その、まあ、グローバル化っていう中で、うんうんうん、それからさらにその、まあ、アベノミクスで経済良くなったから、うんうん、むしろその人手不足ということは深刻になって、うんうんうん、まあ、外国から労働者を受け入れようと、うんうんうん、でこれについてはですね、実はその、まあ、実はこの我が虎ノ門ニュースでは、うん、例えばその総裁選、今、うん、お二人候補が出てますけど、うんうん、どうでしょうかと聞いたら、9割以上の人が安倍総理が勝ってほしいという、まあ、それぐらいあの応援基調なんですけれども、うん、しかし、その虎ノ門ニュースでもやっぱり視聴者から相当不安の声があるのが、この外国人労働者を受け入れるという政策なんです。それから日本のやっぱり社会保障政策が今までそういう前提で作ってませんから、うん、なんか非常にやっぱり緩い、まあ、こういうところをきちんと締めながらですね、そのまあ外国人の方々に働いていただいて、そして一定の所得を得たら例えばお帰りいただくというような制度が本当に作って運用できるのかという不安ですね、うん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 、まずはっきりさせておきたいことはですね、はい、いわゆる移民政策は安倍政権は取らないと、うん、まあ、いうことですね、つまり長く定住するような、いわば、はい、一定の期間を設けずに、はい、定住していく、あるいは家族は帯同する、帯同する、はい、それは取らない、うん、まあ、ですから、私たちが行う外国人人材の、活用というのはですね、まあ、一定の、まあ、専門性や、まあ、技能を持った人たちをですね、まあ、即戦力となる外国人を、うん、まあ、一定の期間、原則として家族の帯同を認めないという形で、はい、まあ、その能力を、まあ、発揮をしていただくというものです、うん、まあ、今までは、まあ、技能の実習ということだけだったんですが、はい、まあ、今度は就労という形で、しかし今言った、枠はちゃんとはまって、います、うんうん、まあ、実際にですね、介護もそうですし、建設農業等々、まあ、さまざまな分野でですね、人手不足が、まあ、成長の阻害になっているし、うん、あの介護なんかは人手不足だということが、これからのみんなの不安にもなっています、はい、うん、まあ、そこでちゃんとした管理ができるのかという問題なんだろうと思いますが、それをしっかりやっていきたいと思っています、うん、あのですからそのためのですね、在留管理をちゃんとやっていく、うんうん、組織をニューヨーク在留管理庁という組織を新たに作ってですね、ちゃんと管理をしていきたいと思っています、うんうん、まあ、これは、入ってくる人も受け入れる私たちもいわばハッピーになるようにしていく必要が ね、まあ、ですから、相当しっかりとやらなければいけないと思います。 そこでよく言われている、まあ、社会保険制度の悪用ですね、あの
もちろん、まあ、国籍によって、差別することがあってはなりませんが、適正な運用の確保が、はい、これはもう、大切であってですね、早速本年から、加入要件の確認を厳格にしています。絶対に不正は許さないという姿勢で臨んでいきたいと思っています。まあ、今の制度の中にも不備があろうということを結構番組で取り上げたり、あるいはその議員の方にも来ていただいて問題提起をしているんですけれども、まあ、これは引き続きですね、私たちも問題をどんどん言っていって、また国会でも問題にしていただきたいというふうに思っております。安倍総理改めてですね、はい、ちょっとでも憲法改正、ね、これについてもやっぱりご決意は伺わないといけないと、はい、これはですね、まあ、まさに自由民主党が決闘した、はい、民主党と自由党が合同するんですが、あの時、本当に自由党と民主党仲悪かったんですね、はい、当時は 中選挙区ですから戦っている、で大野万木と三木武吉、この2人が最も仲悪いけれども、まあ、両党の実力者ですね、はい、この2人がなぜ最後は合意するに至ったか、それはやっぱりこのままじゃ日本はダメだと思ったんですね、敗戦から10年ぐらいの時ですが、それはまず一つの目的は、日本が戦争に負けて占領されている時代に憲法やあるいは教育基本法、そういう法律ができた、はい、これやっぱり自分たちの手でちゃんと書くべきだろうと、こう考えた、はい、で保守同士がいがみ合ってたんではそれはかなわないなと、はい、10年待ったって20年30年経ったってできない、でもう一点はやっぱりまだ当時日本は貧しいですから、安定した政治基盤の上に継続的な経済政策を進めて日本を成長させようと思ったんですね、はい、で2番目の目的についてはまさに成し遂げることができた、はい、でも1番目はずっと後回しにされて60年以上経ってしまったんですね、決闘以来、そこで今私が総裁になって、6年経ってやっと自民党として4項目に絞った改憲項目、取りまとめることができました、はい、で今年の党大会3月の党大会で、皆様にですねお示しをした、まあ、特に9条の問題、これは先と取ることはできないと思って、います。我々平和安全法制を成立をさせて、日米はお互いに助け合うことのできる同盟になってその力を強くしたことは間違いない、まあ、初めて米韓防護の任務にもついた、アメリカは大変高く評価しています。そして次はいよいよですね、自衛隊の正当性を明確化するべきだろうと思います、私は毎年、防衛大学校の卒業式に出席をしますが、いつも副部の宣誓を受けます。ことに臨んでは危険を顧みず身をもって責務の完遂に努め、持って国民の負託に応える、まあ、つまり彼らは国民を守るために命を懸ける、はい、実際に先の豪雨の際にもですね、まあ、昼夜は分かたず、はい、本当に頑張ってくれた。しかし未だにですね、自衛隊は合憲だとこう言い切る憲法学者は2割にしかならない、まあ、ですからこの合憲性についての議論があるということがほとんどの教科書に載っている。で彼らの子どもたちもこの教科書で学ばなければならない、自衛官のお子さんですね。そうですね、この状況に私たちは終止を打つ、憲法にですね、日本の平和と独立を守ること、そして自衛隊を明記してこの違憲論争に終止を打つ、はい、誇りを持って彼らが国民の命を守る崇高な使命を果たしてもらいたいと思います。これは情緒的な問題ではなくてですね、自衛隊の正当性を明確化する、はい、彼らが誇りを持って仕事ができるというのは国防の私は根本なんだろうと思います、まあ、今を生きる政治家の責務だろうと思いますので、我々はその責務を果たしていきたいと考えています、なるべく多くの方々にですね賛同していただきたいなと思っています、
はい、ありがとうございました。もう時間がね、はい、迫りましたんで、ね、もっと言いたいこといっぱいあったんですが私たちも聞きたい残念だったんですよ。 またの機会またの機会に。じゃあ、贅沢なリクエストなんですが、はい、最後にですね、虎ノ門ニュースをご視聴いただいている皆様に一言総理からメッセージをお願いできますでしょうか。はい、だいたいインターネットで見てる、はい、人たちです。短めで結構です。短め、はい、結構です。もうそれはもう、はい、ご無理申し上げてますので。あ、そうですか。はい、来年は皇位の継承もあります。また初めて日本で G20 サミットが開催される。そしてさらにその先には東京オリンピック・パラリンピックがあります。日本は大きな歴史の転換点を迎えます。まさに今こそ日本の明日を切り開いていかなければならないと思います。皆さんと共に新しい国づくりを進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、もっとお話になりたいことがあるとおっしゃいましたので、はい、ぜひまたお越しいただければと思います。という現地をじゃあ総理から得たと、はい、受け止めてよろしいでしょうか。はい、なんかスタッフの方々ちょっと睨んでますけれども、でもまたぜひお越しいただけるということで、はい、本当に今日は貴重な時間を割いていただきまして、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、改めまして虎ノ門ニューススペシャルゲスト、いえプレミアムゲストは安倍晋三内閣総理大臣でいらっしゃいました。総理ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お忙しいところどうもありがとうございました。恐れ入ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。